大事なんですけど、一番は長さは長いのと短いので距離を変えるのが大事だと思うので、でカッツサブで一番有効なのはもちろん押し込んでやるのありきなんですけど、短いカッツサブが一番有効になるので、もしカッツサブする生徒がいるんであれば距離出すのはもちろんですけど、狙える子がいたらなるべく短いところに落としてあげると、相手のレシーブするのは自然的にネットが近くなるので難しくなるので、狙って上げさせるのもいいかなとは思います。でもちろん力を抜くこともそうですけど、これもさっきと一緒でスイングスピードちょっと何やっても速くなってしまうんですけど、これでもゆっくり振ってるつもりなんですけど、あとはもう体重以上でボールをあっちに飛ばしてあげたいので、止まって後ろに行って止まって、このまま手だけで振ってできれば